楽しみだね。おお、トラック来たよ、バスもがバス乗り場でバスを待ってるんだね。面白いね。おお、今度は珍しいグループだね。これは、おお、トラックが迎えに来た、迎えに来た。はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、ここのバス乗り場で働く車たちがね、旅行に行くっていうんでね、お見送りをしてみたいなと思います。たくさんの働く車がここからね、旅行に出発するっていうからね、楽しみにしててね。あ、まず1台目、トラックくんの親子だね。トラックくんの親子、どこに遊びに行くのかな？あ、迎えに来た、迎えに来た。よし、ちゃんと乗ったみたいだね。じゃあトラックくん、旅行楽しんでってね。バイバーイ、あ、次はパトカーの親子だね。あ、来た来た。お迎えのトラックが来たよ。よし、みんな乗ったみたいだね。じゃあね、トラックくん、気をつけて運んでいってね。ああ、次はブルドーザーの兄弟かな？親子かな？どうなんだろうね。ちゃんと捕まったかい？じゃあ、行ってきます。今度はゴミ収集車くんがいるよ。ゴミ収集車くん、どこに？おお、もうトラックが来ちゃったね。ゴミ収集車くんはどこに行くのかな？えい。ちゃんと捕まってよ。じゃあね、ゴミ収集車くん、行ってらっしゃい。おお、次は消防車の夫婦だね。若いはしご車の夫婦だよ。消防車くんたち、新婚旅行にでも行くのかな？おお、トラックが迎えに来た、迎えに来た。私が先に乗るわ。お、先に乗ったよ、はしご車くん。俺も乗ったよ。よし、じゃあ行ってらっしゃい。おお、今度は珍しいグループだね。これは、佐川急便くんのトラックと、引越しの境のトラックと、コカ・コーラくんだね、これ。で、これが、作業中を知らせするトラックだね。へえ、これは、あれだね、車内旅行かな。みんななんか車内旅行で行くのかな。おお、トラック来た、トラック来た、トラック来た。さあ、トラックくん、ね、楽しんできてね。バイバーイ、おお、今度はバスの3人家族だね。バス乗り場になって、バスがバス乗り場でバスを待ってるんだね。面白いね。 3人でどこに行くのかな。本当に楽しみだね。おお、トラック来たよ、もう。よし、まずはじゃあちっちゃい赤ちゃんから、そしてお母さん乗って。さあ、お父さん乗るとこがないね。ちょっと待ってね、お父さん。赤ちゃんはね、じゃあちょっとここに待っててくれるかな。ここに乗っててくれるかな。よし、じゃあね、お父さんがまず横に乗って、で、赤ちゃん上に乗ろうじゃあ行ね。ってらっしゃい。バスがバス乗り場でバスを待つなんて面白い世界だな。チャンネル登録お願いね。みんな、今日の動画はどうだったかな？楽しかったかな？チャンネル登録して、次の動画がすぐ見れるようにしててね。また、グッド評価の方もよろしくお願いします。次の動画で待ってるね。じゃあね。バイバーイ。